スタートしましたほぼ揃いましたまず1コーナーへ向かいます広がっています何が先手を取りますかワシントンテソーロブラックウォーリアハヤブサんでくん。そして外から13番サトノギャロスサトノギャロスハヤブサんでくん。うちは7番のブラックウォーリアですあとはロードリバーサルそして外からはビルジキールの体制その後には2番審差11番エルモンストロ 1> 第1コーナーーナをカーブしていきますさあ先頭は8番のハヤブサ・ナンデ君に外13番、サトノギャロス並んで2コーナーです、あとは3馬身差ビルジキール3番手ロードリバーサル内には7番のブラックウォーリアで向こう上面です、あとは3馬身と開きまして中段の前に11番のエル・モンストロそして2馬身差、残り 1000m を通過して中段に10番のデルマ・ルーブルがつけています。 さらには外には14番のアッシェンプッテル3コーナーへ向かいますあとはバイトブリックが行って そして2番のアバンセ3コーナーへ向かって残り800を通過うちはワシントン・テソーロバグンの中に9番トイガーですこれから3コーナーを迎えますあとは後ろから3番手6番の早やっこ第3コーナーをカーブあとは3番のブルビア・イリーレそして最高峰を遅れて1番メスキータで前は34コーナー中間です先頭は8番のハヤブサ・ナンデ君リードが首ほどぴったりと13番サトノギャロスが2番手第4コーナーをカーブ固まっていますさらには番番ビルルジキール3番手4コーナーカー手コナカブ から直線コースに向きましたさあここで先頭変わったか13番、里のギャロス佐藤のギャロスその内をついて10番のデルマールーブルデルマールーブルが先頭に変わる残り200を通過した内をついているのは9番のトイガーそして外を回って早やっこお外から3番ブルベアイリーでも追い込んでくるデルマールーブルそして早やっこ早やっこ早やっこが先頭でゴールイン白い馬タイ新潟のダートコースを駆け抜けた 早やっこですそして10番のデルマルーブルが2番手3番手は2頭並んで9番トイガー内外3番ブルベアイリーデ。